こんにちは。雅楽演奏家講師の山口宗一郎でございます。日本の伝統音楽、雅楽の面白さ、楽しさを伝え、日本的な和の精神を育むチャンネル、演奏や講師活動を展開しております。さて、本日はですね、雅楽を上達する上で必要な25ステップということで、これ初心者の方ね、初心者の方がね、やるための25ステップということで、この動画を見れば、ほぼ初心者の方でも上手くなる道筋が見えてくる。下手したらね、初心者でも雅楽を本質的に上手くなれる、そんな方法というのを、この動画で、ね、今日はね、しっかりとお伝えしていきたいと思います。今日はね、僕もね、ガチで話していかせていただきたいと思います。それくらい内容の濃い動画を撮らせていただきますので、ね、最後まで絶対に見てね、これを見てから自分自身は次は何をすればいいのか、それを考えていってもらえたらと思います。ちなみに今日の動画はこれ宝鐘七力流的、どの楽器をやっていても共通になっていきます。それぞれ吹き方とかその辺云々いろいろあったりしますが、大体は共通しています。はい。まあどっちにせよ、どの楽器をしていても各楽器のことを理解しないと雅楽を本質的に上手くなるってことはできなかったりもしますので、小だけ吹けても他の楽器がどう来るかって分かっていなかったら合わせようはないないです。で、がむしゃらに練習してもね、正味上手くなるかと言われたらそんなことありません。上手くなるのにも順番というものがあります。順番をすっ飛ばしてやっていても本質的に上手くなることってありえませんよね。だってサッカーでリフティングができていないのはいきなりハットトリックやっても無理ですよねそうそう、とか初心者がね、野球とかやってね、キャッチボール全くできない、なんかダイビングキャッチをしようとして挑戦者も絶対取れるわけないじゃない。そう、取れるわけないですね。それと同じです。だからこそ、この上達するための全体像を頭に入れて、このステップを踏むことであなたも本質的に上達することができる、まあそんな内容にね、集約させていただいておりますので、そうやってね、解説していきたいと思います。多分この通りに練習詰めていったらほぼほぼ上手くなるんじゃないか、それくらいの動画を、撮らせていただきますので、何度も何度も見てね、もう一回言いますよ、何度も見て、まあ音声聞くだけでも全然 OK ですので、ながら聞いても構いませんので、この順番を覚えて練習を進めていけば、まあ上手くなれるんじゃないかなと思いますのでね、今日はそれを言っていきたいと思いますね。最後までお付き合いいただければと思います。じゃあまず何をしていくのかというところ、まず一つ目は、まずそもそも雅楽って何なのかっていうことを知っていくっていうことが非常に重要だと思います。まあ雅楽の歴史の部分ですね。結構この辺すっ飛ばす方多かったりもすると思うんですけども、まあ、そもそもやっぱやっていく中で、だってこれがどういったものなのかって分かることって絶対重要だと思うんですよね。これは野球を何やるにしても何にやるにしても、なんだろうな、基本的にこれを知ることによってのやっぱり歴史とか、まあその雅楽ってどういうものなのかっていうのを、まあ、やっぱりと知る上で、知った上でやっていくっていうことが非常に大切になってきますね。まず一つ目は、この雅楽の歴史を知るというところをまず知っていただければなという感じでございます。で、二つ目は何かと言いますと、じゃあ雅楽の歴史を知りましたっていう感じでやっていくと、次は各楽器がどんなものなのかを知るというところをしっかりとやってほしいんですね。うん。まあ、雅楽には宝鐘、七力、流笛という三つの楽器があったりもします。じゃあ、宝鐘って楽器はどんな楽器なのかっていうことを知った上で、七力っていう楽器はどんな楽器かっていうのを知った上で、そして流笛は、どんな楽器かっていうのを知った上でやっていく。まあ、これだけでも全然違うと思うんですよね。だからそれをまずね、知っていくっていうことが非常に重要だったりもします。まあ、このね、YouTube の中にでもですね、この、宝鐘、七力、流笛、まあ、僕の、チャンネルの中にも実はこれにね、関連する動画っていうのは何件か上げさせていただいておりますので、そういうのをちょっと見ていただいて、どんな楽器かを知るというところをね、まず知っていただくというところを分かった上でやっていくっていうだけで全然違ったりもしますし、自分自身が何の楽器が合っているのかなんて正直やってみないと分からなかったりもするんですよね。っていう意味でやっぱり知るというところ、まあ一番はやっぱりね、手に持ってね、体験をしていくとか、そういうところをやっていただければいいかと思います。まあうちでもね、教室でも体験とかやっていますけども、まあ他のところでもね、なんか体験する機会あればね、ぜひね、それを使ってまずね、どういう楽器かっていうのを知るというところをやっていただくというのが、まず一つね、まあ二つ目として挙げさせていただくという感じですね。で、三つ目何かというと、これは、楽器をやる上で、とりあえず一つ選ぶということです。僕はね、一応ね、宝鐘、七力、流笛ってね、三つの楽器演奏の方をさせていただいておりますが、基本的に僕も一番最初何やったかっていうと、七力からやりました。まあ、基本的になんか、別、一つでやっといた方がいいです。どれかでもういきなり三つね、やるってなったらね、もうこれ結構ね、ハードルが高いっていうか、全部中途半端になってしまうっていう、中ぶらりになってしまって、どれも続きませんでしたみたいになってしまったりもしますので、まずは、小七力、流笛のどれか一つを選んでやっていくというところはね、絶対にやってほしいなっていうところ、これ本質的に上手くなるために絶対必要だと思いますので、まず一つどれかね、やっていくという感じでやっていければと思います。まあ、三つやりたいという人はね、おすすめするのは僕は七力ですね。七力を一番最初にやるというところは、なんですが、もうこれはちょっとね、また理由がちょっと長くなりますので、全然ね、他の時に説明の
方をさせていただこうと思いますが、まずどれか一つ選ぶというところですね。で、次、4つ目何かと言いますと、4つ目、まずは音を鳴らせるようになってみるというところをやっていきましょう。はい、まあ音の出し方ですね。まあ流的にでもね、音が鳴らなかったら意味ありませんよね。全然何を吹いてるかわからないっていうところになりますね。まず音を鳴らす練習っていうのをやってください。で、シリキもリードでね、最初音を鳴らすのすごく大変です。まあそれをね、しっかりと鳴らせるようにしていくというところがやっぱり重要になってきますので、まずは音を鳴らす練習というところをやってください。これね、この YouTube の中でもね、この音を鳴らす練習の動画いっぱい上げさせていただいておりますので、そちらの方を見ていただいてね、はい、やっていただければいいかなと思います。で、小の方はですね、オツの合畜を覚えましょう。まずね、オツという合畜、この動画でも多分どっかの動画で多分ね、小のオツの合畜について教えていますので、まあ、それをね、4拍吐いて4拍吸ってっていう練習をするだけでも全然 OK ですので、まずはね、この基本的なところをまず鳴らせるようになっていくというところをやっていけばいいのかなという感じでございます。で、じゃあ5つ目のステップいきましょう。5つ目のステップ何かと言いますと、エテンラクっていうのが、まあこれね、基本雅楽って一番最初にやる曲が実はエテンラクという曲になっていきますが、じゃあこのエテンラクはどのような曲で、どの意味なのか、どういう意味なのかっていうのを知っていくというところですね。これ非常に重要なことで、これ結構ね、すっ飛ばす方多かったりもするという感じですね。まあ、エテンラクが、まあどのような曲、なんで一番最初にこの曲をやるのかというところを、まあ知るか知らないかっていうのも結構実はね、重要だったりもします。まあうちのね、このチャンネルの動画の中でもエテンラクはなんで一番最初にやるのかって動画上げさせていただいておりますので、まあそれで調べていただいてもいいですし、まあ他でもね結構出てこなかったりします。基本なんかネットで検索してもエテンラクって多分ポピュラーな曲で、なんかエテンラク今用とか黒田節の原曲になった曲みたいな感じで出てきたりもしますが、もっと深い意味ありますので、まあその辺もね、別の動画見ていただいてね、ちょっとねまた勉強していただければという感じで、ね、やっていただければと思います。で、まあエテンラクの意味知りましたということで、次からちょっと練習の方にやっていくという感じでやっていくんですけども、じゃあ6つ目何かというと、消化というものをしていくという感じになります。雅楽の練習って基本的に楽器の練習からじゃなくて、まず歌を歌うというところから練習が始まっていくんですね。で、その歌をね一行ずつ歌っていくという練習をしていくんですけども、まあ今回やる曲はこれエテンラクという曲をね、一番最初どんどん習熟していくわけなんですけども、これのまず歌の歌い方ですね、これの練習っていうのを一番最初していくという感じだったの。これね、どのね、小も七力も流的もね、無料公開レッスンっていうのが僕ね、昔に出させていただいた動画があるんですけども、そちらの方を見ていただいたら、基本的に書いてあります。書いてるっていうか、出してありますので、そちらの方でね、ちょっと消化の仕方など覚えていただければいいかなという感じでございます。で、7つ目何かというと、これも同じエテンラクの1行目、まあ今、消化ができましたと、歌うことができるようになった。じゃあ次は何かというと、指を覚えていきましょうという感じです。指、運指ですね。まあ小だったら小の運指があります。七力だったら七力の運指があります。流的な流的の運指あるわけなんですよ。これをまずしっかりと覚えていくというところをやっていきましょう。まあ、特にね、最初なかなか指を覚えるの大変だと思います。なかなか他の楽器でもね、指なんだろう、やることもリコーダーとね、なんか七力とかちょっと似たりもしてるんですけども、まあと言ってもやっぱり若干のね、その記号の違いとかあったりもしますし、ドレミファソラシドじゃないので、なかなかまあ馴染みがないところだったりもするんですけども、まあそこをしっかりとね、まず指を記号とね、指を覚えていくということも踏まえながら、まず指だけで練習をしていくというのをやってください。これも無料公開レッスンの中に入っていますので、そちらの方でねやっていただければいいのかなという感じでございます。で、指覚えましたという感じになっていったら、次じゃあ8つ目何かというと、じゃあエテンラクの1行目を吹いていくと、はい、1行目をまず吹いて練習をしていくという感じですね。うん、1行目ね、ちょっと難しいと思いますけどね、音を鳴らす。で、最初これポイント1つね、上げさせていただくと、続かなくて OK です。全然ね、5拍、多分5拍とか6拍ぐらい多分ね、吹く時何箇所か確かあったと思うんですけども、息全然続かなくて OK なので、しっかりとね、出し切るということを意識して吹いていただければ、もう最後まで、ね、音ちょっと鳴らないなと思っても、ちょっと出し切る。頑張って出し切って練習していくっていうことで、自分の息っていうのが育てられると思いますので、ならなくても OK です。とりあえず指だけでも最初はね、やっていくという感じで練習をしていく。これもね、無料公開レッスン1の方に入っていますので、まあそれをね、なんかまず最初練習をしていくということをしていただければいいのかなという感じでございます。じゃあ1行目ね、消化もできました、指もできました、ね、
吹くこともね、少しね、音は鳴るぐらい、指も覚えてね、音鳴らすぐらいはできましたという方は、次はね、9つ目に入っていきます。じゃあ次、エテンダの2行目歌ってみましょうという感じですね。はい。エテンダの2行目歌っていくという感じになります。ただ、多分ね、小だと1行目の半分ぐらいまでしかなかったと思う。これね、その2の方のね、無料公開レッスンの方でね、実はもう出させていただいておりますので、まあ、そちらの方を見ていただいて、で、まあ、七力刀流的な方は多分、その2の方でね、この2行目の歌い方とか、まあ、その辺書いてありますので、そちらの方を見ていただいて練習をしていくという感じでやっていただくと、まあ、ある程度やっぱできるんじゃないかなという感じだったりもするのかなという感じですね。はい、じゃあ2行目歌いました。2行目のね、難しいフレーズは、まあ1行目もね、難しいフレーズあるんですけど、2行目はね、テリラーとってね、七力の場合、笛だったらトロラチアルイタードとかな、この辺がちょっと難しいと思いますので、まあその辺をね、頑張って歌えるようにという、まあ、なっていくというのをまずやっていくという感じですね。で、10個目ですね。すいません。10個目が、テリラと2行目の指を覚えると。いうところですね。はい、指を覚えていきましょう。次はねっていう感じでやっていくという感じです。まあこれも同じね、やり方でちょっと指を覚えて、これ無料公開レッスンの中にも入ってますので、そちらの方見ていただいて指をバズでしっかりと覚えていくということをやっていくという感じでございます。で、11個目じゃあ次は転落の2行目を吹いてみるということをやっていきましょう。はい、2行目の吹いてみる。まあこれもね、基本的にも基本を吹いていくだけで全然 OK なので、まあそれでまず練習をしていくということをやってください。じゃあ、11個目、これは今大体もう絵転落1行目2行目吹けましたという感じになっていったら、次じゃあ絵転落3行目の消化をしていきましょうと、この辺からね、多分まあ、さっきの2行目からぐらいから絵転落の無料公開レッスンその2の方に、移行していると思います。はい、まあそっちの方でまずね、消化の練習であったりとか吹く練習ですね、まあそれをやっていくという感じで、絵転落3行目じゃあ消化してみましょうという感じで消化してみて、じゃあ次13個目、まあじゃあ今度は、ね、指を覚えていくという感じですね。はい、転落の3行目の指をしっかりと運指をまず覚えていくということをやっていければと思います。まあ基本ね、記号とね、運指そのままなんか共通しても見方分かりましたっていう感じで覚えていったらいいんですけども、なかなかそれで覚えられないという方もおられたりもしますので、基本的にそこはね、まず転落という曲1行目2行目とかその辺の運指を見ていきながら覚えていくで全然 OK なので、まあ、まずね、まあ、それで覚えていくという感じでやっていただければいいかなと思います。で、14個目、今度は転落3行目目を吹いてみるというところですね。まあこれも別に音に合わせてでも OK ですし、まあ動画とかで合わせてもらってもいいですし、習える人は習えるで合わせていくということをやっていくという感じで、そう、3行目吹いていくということをやって、まあまずね、音はね、鳴らなくても OK です。はい、鳴らなくて OK なので、指だけでもついていく、しっかりと息を出すというところだけやりながら、やっていくという感じ。特にね、中の、流的の方は中の攻めとかね、尺の攻めとか、結構高い音に関しては最初全然鳴らなかったりします。これ全然鳴らなくて OK です。はい、もうさ、後々鳴らせるようになっていけますので、基本的に鳴らなくても大丈夫ですので、しっかりと、まあ、鳴らす努力をしていくという感じでやっていただければ一番いいのかなという感じだったりもします。で、次じゃあ3行目が吹いてみましたという感じでやっていったら、じゃあ次ね、15個目何かというと、じゃあ絵転落を3行通して歌ってみるということをやってみてください。はい、まあ、今まで1行目、2行目、3行目をまあ分割してね、まあ歌ったりとか吹いたりとかして練習していったと思うんですけども、今度はじゃあ、絵転落3行を歌ってみる練習っていうのをまずやってみる、消化をしてみるという練習をやっていくわけですね。まあこれも別に動画とかね、一緒に合わせながらやっていくで OK です。自分で多分ね、最初やると全然拍がね、よくね、ばらつきが起こったりとかしやすいですし、音程もわからなくなったりとかすると思いますので、まあ動画とか見ながらね、で全然 OK です。それで練習していくという感じでしていただければかなという感じでございます。で、その次ですね、じゃあ絵転落3行通して歌ってみることができたら、じゃあ次は絵転落を3行通して吹いてみるということをやってみましょう。はい、まあ3行通してね、やっていくというか吹いてみてね、まあこれは別に他の動画と一緒にやっていただいてもいいですし、多分無料公開レッスンのね、最後の方にね、演奏している動画がね、あると思います。それで3行通して1回やってみたりとかするということを、していただければいいのかなというか。じゃあ17個目何かというと、17じゃあ絵転落の細かいところを練習していくということをやってください。今ね、全体像を通して多分ね、絵転落3行をねこうやってやっていったってなったら、はい、ある程度まあ吹けるようにはなりましたって言うんですけども、とは言ってもなんか一緒に動画で多分合わせていくと、あれ全然自分の音違うなっていうか、全く違う別物になってるなみたいな感じで多分思われる方、まあ多いんじゃないかなと思ったりもします。なので、じゃあ何が違うのかっていうところをちょっと自己分析、自分なりに解釈をしていく。で、
特にどこが違いやすいのかっていうポイントなんですけど、例えば七力の場合だったら、天楽の1行目のチラファテエエリってこの円牌というものがかかります。ここがうまいこと書けれなかったりもしていたりもしますし、2行目のテリラアとのねラアのこの折り指と指が出てきます。はい、こういうところが少し音程が違ったりとか、やり方が全然わからなかったりとか、まあ3行目のねオールリーとかもねすげえむずいです。あれもうなかなか最初できないです。はい、もうそういうところもあったりもしますので、まあそこら辺が、まあ、どうしても、あ、なんだろうな、できなかったりするということ普通にありますので、まあそれはね、あ、大丈夫です。はい、もう最初の、そういうところね、ちょっと違いのところが、を 見ながら細かいところちょっと練習していくということをやっていただければいいかなと思います。で、流的もね、どこかというと、流的だったら、回すとこですね。特に1行目のトロラルイタのルイのこの回し方っていうのが多分ね、最初結構カクカクなったりとか、速くなったりとか、結構ギリギリまで持たせてもやるんですけども、そこがねちょっと早くなったりとかね、タイミングがずれたりとかする方多かったりもしますので、まあ、その辺もねちょっと見ながら吟味しながらやっていただければいいのかなという感じでございます。はい、まあそんな感じで、細かいところを練習していくというところをねまず意識して、で小だったらね忍者のタイミングとか指がね全然違うとこ行ってたりとか、その辺最初すごく難しいと思います。まあそれもね音源に聞きながらとか合奏しながら誰かに習いながらでねやっていただければ一番いいのかなというところでございます。で、18個目だと何をしていくかというと、じゃあ今度天楽を5行吹いていきましょう。天楽って3行しかないんですけども、まあ、3行目のね、上になんか、関東じゃない、銃刀か。銃刀って書いてあったりもするんですよね。で、その銃刀の、があれば、基本的に戻ってくださいと。戻って、この銃刀の手前で、まあ、止めてくださいっていうね、意味があったりもしますので、まあ、それに合わせて、1、2、3、1、2と演奏していく練習っていうのをやっていただければいいかなと思います。はい。まあ、これもね、最初ね、全然息が続かないとか、まあ、途中でもう七力だったらね、全然もうほっぺたがしんどくて、続きませんでした、みたいな感じのこともあったりもすると思います。全然 OK です。それで OK なので、まあ、しっかりと5行吹いていくと、はい、まあ、途中で隔ってもいいからとりあえず吹き切るという練習っていうのをやっていくということをやっていただければいいのかなという感じですね。で、まあある程度天楽5行吹けるようになりました。これ何回も反復練習してください。これ結構数を打って練習していくとある程度適用していきます。で、5行吹くときのポイント、これポイントなんですけども、まあ合奏の音源とかで吹いていくのが一番いいです。はい、合奏の音源ですね。うちのねチャンネルにも一応5行吹きのね実は動画っていうのは天楽で上げさせていただいておりますので、まあ、そちらの方でね練習していくっていうのも全然ありだと思いますので、ぜひぜひねそれを使って何回もね反復練習をしていくということをやっていただければいいのかなという感じです。で、19個目何かというと、まあ表情ネトリを消化してみるということをやってみてください。はい、表情のネトリを消化してみる、これもね動画上げております。案件が確かね小も上げてるし、まあ小はちょっと消化しなくてもいい、しなくてもて消化できないんですけども、七力と流的は若干やった方がいいかなぐらいの感じで、まあ流的もそんなやらなくていいかなですけど、一応まあ歌ってみるということをまずやってみるという感じですね。まあポイントとかを知ってみるという感じですね。で、20個目にこの表情ネトリをじゃあ吹いてみましょうということをやっていくという感じですね。はい、表情ネトリ吹いてみる、まあ短い曲なんですけども非常に難しい、曲だったりもします。これをまずねしっかりと動画とか見ながらでもいいですし、直接習ったりとかしてでもいいんで、しっかりとこれを まずね習熟をしていくと、これ結構ソロで演奏する機会とかになってくると絶対吹く曲になってきますので、まあこの辺もね見ながらやっていただければいいのかなと思ったりもします。で、21個目何かというと、じゃあ、今の天楽の5行吹きっていうのを合奏の音源とかに合わせて反復練習をさらにやっていきましょうという感じで、ネトリもなんか音源と合わせながら練習して、じゃあ天楽5行吹きも吹いていくという練習をしていくということを、まあ、どんどんやっていくと。もうこれ結構これだけでもね、すごいロングトーンっていうか、息を、まあ、持続的に鳴らす練習にはなると思いますので、まあ、それもね、しっかりとやっていきながらしていただければすごくいいのかなという感じだったりもするんですね。はい。で、21個目終わって、22個目じゃ何かというと、じゃあ今度は多分ね5行吹いていって思うんですよね。皆さんおそらく思うことになっていきます。息が続きませんと。特に音源って普通に練習の時ってこうやって拍を取って練習をしていくから、ある程度拍が伸びたりとかね、雅楽って基本拍子一定じゃないんですけども、まあそのね一定じゃない拍子の中でどうやってやっていくかっていうところがあったりもしますので、まあ、その一定じゃない拍子っていうのが合奏になったらもう大きく出てくるんですね。で、そうすると結構伸びたりとかすることがあったりもすると思いますので、まあその伸びるところをじゃあいかにね、そんな、
適用していくっていうところが必要になっていきますので、まあ、その分やっぱ持続的に鳴らす練習っていうのは必要になっていきます。なんで音を持続的に鳴らす練習っていうのをちょっと徹底趣味っていうので、まあ、ロングトーンでもいいですし、まあ、あとでちょっとこれはおすすめするかどうかちょっと微妙なんですが、エテンラグの5行吹きの反復の時に倍速再生を変えてみるとか、まあ、0.75 倍速、あれでもあれ 0.75 だったらめっちゃしんどいですけどね僕でもちょっとしんどいかなぐらいですけども、まあそれくらい要はあの長いちょっとね表紙がゆったりとした音源で練習をしてみるという感じです。まあ5行吹きの転落の練習でも結構表紙ゆったりしてるんで、あれでも結構いい練習になると思います。あれをね何回も吹くっていうのでもう全然問題なかったりもします。まあそれくらい、まあ、ロングトーン同じ音をちょっと持続的して練習していくっていうのも全然 OK かなと思います。まあ流的もね、あのこれロングトーン出させていただいてますので、そちらの方でね練習していただければいいかなという感じです。でこうやってね5行吹き何回もやってね反復できましたという方は、次は23エテンラグの10行本吹きに挑戦してみると、これね非常にしんどいですね。あのエテンラグって本来ね正式に言うと10行あります。はい、まあ、1行目1行目2行目2行目3行目3行目1行目1行目2行目2行目と、ね、なんか1行目と2行目と3行目の下に2返しという言葉がついてるんですね。なので、これで10行演奏しないといけないという感じになりますので、まあこれ合奏でも音源でも OK です。それで練習していただいて、まあ、10行ね本吹きに挑戦してみると、まあ YouTube に上がってんだったらうちのねあのチャンネルに上がってる10行のエテンラグっていうのがあります。僕がね一人で吹いてるやつもあれば、まあ、さやぱみやび会という会でやっている、やりますので、そちらの方はね結構流れはしっかりと、していますので、曲の流れっていうのは結構出来上がっていますので、それに合わせて練習をしていただくということを、していただいても全然 OK ですので、まあそれでちょっとね、まあ10行吹いていくということをやっていただければいいのかなと思います。で、10行ね、23個目で挑戦してみましたという感じでいけば、じゃあ今度24個目何かというと、これはね、あのぜひ、まあその現場でやっぱりやってほしいなっていうところが一つありまして、やっぱり生の合奏でエテンラグを演奏してみるということをやってみてほしいなと思います。まあ合奏練習ってやつですね、俗に言う。うん。そうそう、合奏練習やっぱりね、あのやっぱりやってほしいなという感じです。やっぱりどれだけね音源で練習していっても、あのやっぱりその生の感覚ではならないんですよね。だからその生の感覚になるためのところで練習をしていく。例えばそうだな、うちだったらまあ大阪の天王寺で僕うちね合奏会を開かせていただいています。まあこれはねちょっと今生徒さん限定とかさせていただいておりますが、まあそういったいろんなところで合奏できる機会っていうのをねちょっと探して合奏で転落を演奏してみるということをやっていただければいいのかなと思います。まあうちの教室でも、ね、一応開催はしているという感じです。しますね、はい。まあそれをやって、じゃあ25個目、これもちょっと難しいんですけども、発表の場で演奏するっていうのはやっぱりね一番してほしいなという感じです。連絡吹けるようになったら、うん、誰かの前で吹いてみるという感じですね。はい、まあそういうことをねやっぱりやっていってほしいなという感じなんです。まあこれをやっぱり やるとやらないとで、やっぱり上達度っていうのはだいぶ変わってきます。はい、もうこれできるかできないかだけでも結構大きく変わってきますので、できるだけねこの合奏するね、あの発表の場で演奏するということをね、特に合奏でやっていただきたいと思いますので、まあそういう機会がある人はね、ぜひねこれをまずやって、まあその自分のね、あの、まあ、その人の前で立って演奏するっていう過程っていうのはやっぱり非常に大切になってきますので、まあその辺ができるようにやっていただければ一番いいのかなという感じで、はい。まあ25個に上げさせていただきました。まあ雅楽の歴史知ってからね、楽器どんなものかを知っていって、で楽器をとりあえずね一つ選んで、まずは音を鳴らせるようになっていく。そして転落をどのような曲でどのような意味かを知っていって、1行目消化で指を覚えて、1行目吹くで2行目歌う、2行目指を覚える、 2行目吹いてみる、3行目消化する、3行目指を覚える、3行目吹いてみる、そして転落を3行通して歌って、3行通して吹くで転落の細かいところを練習していって、じゃあ5行吹いてみる、で表情ネトリを消化してみて、表情ネトリを吹いてみて、で転落の5行吹きを反復練習をして、合奏の音源に合わせてね、で音を持続的に鳴らす練習を徹底していって、転落10行の本吹きに挑戦して、これ合奏でも音源でも OK という感じで、まだできる人は生の合奏で転落をして、できる人は発表の場で演奏していくという感じでやっていくと、まあ、この25パターンをねしっかりと、なんだろうな、遵守してやっていくということをやっていけば、ある程度の、なんだろう、本質的に上達していくという方法ですね。まあそういうところができてくると思いますので、まあそれをねやっていただければいいかなという感じだと思います。で技術面の部分については別の動画で解説をさせていただきますが、ほぼほぼねこの辺を順番にやっていくことでできるようになっていくかと思います。はい、あのどんな人でもねある程度習熟して演奏することが可能だったりもするんですよね。でちなみに僕個人で開催している大阪南部での教室、お稽古科学っていう教室の方では、この順番で実は進めさせていただいているという感じですね。まあ、特に最後の発表の場なんて、あの動画に入っていないと、まあ
できなかったりするんですよね。どっかに、ね、なんか教室にいるとかそういうことがない限り、まあ個人のステであるかもしれないけども、うん、まあ路上で一人で吹くとかやってる人もいるんですけど、これで、ね、合奏できないんですよね。うん、そう。まあだからまあそういったね演奏の場もまあうちでは何年に数回設けたりとかしていますし、極力やっぱ皆さんの上達ステップを踏めるやり方っていうのを実はさせていただいているという感じだったりもします。はい。まあというわけでね、まあこんな感じで今日はですね、この雅楽をまあ上達、初心者が雅楽を上達する上でまああの必要な25ステップ。まあ、特にこれ、エテンラクってやっぱり登竜門の曲なので、まあ、これをね、今日は、まあ、どうやって習熟して、じゃあどうやってこうやって、うまくなっていくのかっていうのを順番に解説の方をさせていただいたわけなんですが、はい。まあ、こんな感じで、この辺のことは実は LINE の方でも1ヶ月ね、無料の LINE 無料講座っていうのをさせていただいておりますので、まあ、ぜひそちらをお使いいただければ、ある程度ね、今のこの内容っていうのを習熟することができるかと思います。無料で、しかも無料でできるっていう感じなので、まあ、ぜひそちらも使っていただいて、で、まだね、チャンネル登録されてない方、ぜひね、ポチッとお願いしたいと思います。という感じでね、今日はこのね、初心者に向けての、この雅楽を上達する、まあ、ステップということで、動画の方を撮らせていただいた次第でございます。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。雅楽演奏家講師山口総一郎では LINE にて無料雅楽講座を開講しております。雅楽を始めようか悩んでいる方、楽器を買おうか悩んでいる方、エテンラクを一通り習いたいと思っている方、そんな人向けに1ヶ月間文章と動画が定期的に送られてくる講座を開講しております。詳しくは概要欄をご参照ください。